さんです。ゆなです。のりばんです。はい。ということで今日はジャンル別冬のライブ参戦役。今回はなんと1フレンチガーリー系、はいはい、で2単色女子、はい、3 Y2K ファッション、はい、を今回も新三姉妹でコーデを組んでみました。でそれでは早速一コーデ目からレッツラゴー。コーデ目はフレンチガーリー。脱いでもいいですか一回。はい、どうぞどうぞ。これ中のこのニットさ、タートル、うんうんうん、わかる？モケモケしてんの。え、肌触りめっちゃいいやつ。しかもそう、でもチクチク感がなくて、これチクチク度1でも伸びるし、でもなんかブーツすぎひんからこういうピチッとしたズボンにやってもあんま響いてなかった。うんうん、全然響いてない。めっちゃおすすめ。フレンチガーリー女子に超おすすめだな。おすすめ。パンツなんですけれども、はい、こんなパンツ買ったことない少女時代かなって。懐かしい。こう生地が凝った生地で、あ、ほんまや。そんなピチッとしすぎてない。めっちゃ当たりそれ。そう、生地も安っぽい生地じゃん。うんうん、マジでそう。で、靴はこれはこの前リサちゃんが履いてたやつを借りました。可愛いです。で、これカバンはルナが買おうと思った時に売り切れてて、はいはいはい、友達に借りてきたんやけど、めっちゃ可愛いで。これも最近さ、このちっちゃいバッグ流行ってるやん。うんうん、これ今ちょっと在庫ないんやけど、うん、なんか出たら普段もうちゃんと買おうって思ってる。うん、可愛い。で、うん、アウターこれがまた軽いんですわ。大きい襟がついてセーラーっぽい感じになったやつ。風がついたらこんな感じになったんですけど、ショート丈やからそう、ね、かこれをこう上げるっていうんですか、うんうんうん、で見せてみました。この、うん、カチューシャ、ちょっとこれは気にしないで。これやばい。これなんと3点セットです。こちらでしょ、ベージュとブラウンとブラック、これ3個ついてなんと130円。いや安いよ。ほんでね、こんなにちょうどいい、あの何幅。そうやな、この幅がマジでカチューシャって重要やね、うん、やっぱこれマジで使えるなと思って、これはぜひレディーと使って見てもらいたいなっていう所存でございますね。その3制服めっちゃ可愛い。いい感じ。ありがとうございます。初めての試みだったのですごく心配だったのですが、なんかそう言って言ってもらえてすごい幸せな気分です。ありがとうございます。私このコーデ一番気に入ったんですけど、うん、どうですか。まずこれめっちゃ可愛い。しかも触り心地のこのファーやばいです。うわすごい。ブランドもんってくらいの触り心地、うん、ほんでめっちゃ熱い。一応前も締めれます。こう、はい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 、引っ掛けるタイプなんだ。サイズが結構あんねん。これよりも大きいのあるんですけど、はい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 、これでぴったし。このスカート、それさ、船が買ったやつの色っちじゃん。前にベージュ買ったやん。ウエスト大きかった、ちょっと大きいって言ったやん。もう後ろ塗ったんやん。はいはいはい。生地感もそれこそほんまに分厚いからちゃんとしてて、そう、その安っぽくマジで見えへんの。グレーって感じじゃなくてちょっと黒も入った、なんか混ざってるもんな。でもめっちゃ使いやすい。フレンチガーリー一番使いやすい色かなって思う。で、これは手袋です。手袋ついてると確かにさらにフレンチガーリー感、うん、イメージあるね、うん、で、これなちゃんとここにファーついてるから、いファー、ファーいっぱいね。これ触り心地、え、高級感溢れてる。え、マダムとかつけてそうな触り心地じゃない。なんていうやろ、これわかるやんな。気持ちいい、気持ちいい。チクチクもせえへんし、うん、ほんまに。ほんでここの見て、うわ、スマホも触れます。最高やん。この靴かわいい。これめっちゃかわいいね、うん、まあ、これちょっとな、あの高さありますんで、うん、ライブ会場入ったら脱いでもらおうと思うんですけど、うんうんうん、こんなにジャストフィットするソックスブーツ初めて。もうちょっと細いね。むず、めずらしない。カジュアルっていうよりはかわいいガールとかね、そうそうそうに合わせたらすごいいいと思う。いや、いいわ。これめっちゃ当たりよっと。カバン、あ、カバンなしやろ。伸ばすやつもついとって、何、輪っか、それで持ってるのが好きかも、フナは。あ、本当ですか。じゃあこっちにしましょうね。うんうんうん、大きいリボンがフレンチガーリー感。ほんまやな。でも中は、まあ、特にまあバケツタイプなんで、そんな、まあ、まあ、携帯と化粧品ちょっとと入るかなって感じです。リボンはこれちゃんと取り外せますんで、ライブ入ったらさっと取ってもらって。イエイ。はい、ということで 2コーデ目は単色女子をやってみたんですけど、ちょっといろいろ誤算がありまして、この中のニットは1着目と変わってないので端折ります。はい。で、あの、このメインのワンピースですね、はい、これがなんか写真で見たよりもなんか色味がちょっと違うくて、思ってたよりガーリーに仕上がっちゃって、で、あの、これちょっと私骨盤が広いっていうので、あの、巷で有名でして、これを着るときになんとチャックを壊してしまう。豪快に行き過ぎないでください。
ちゃって、これねちょっと薄めかな、うんうんうん、多分これほんま1枚できるやつやん、夏とかに防寒性は特になしっていう感じやねんけど、あの船と違ってちょっと私バストありますよみたいな子とかはちょっとパツパツ、そうね、うん、今ではできる、まあ、船もちょっとあれかなっていうところですギリギリっていうのが、リサさんとかやったら結構コスコかなって思うやけど、あんまり見ないでそんな見ないでよっていう感じなんですけどダウン、はい、冬の、はい、あれれれれってなんか懐かしいわそれ、これを見ていただいたら方も懐かしいわそれは、お前らはいるかなと思うんですけど、あのこれ実は去年のシーンの購入品でリサちゃんが買ってたみたいで、その時めっちゃこれ何っていう感じではあんねんけど、形は可愛いよな、可愛いめっちゃあったかいです、しかもリサめっちゃ使ってめっちゃ着てたよな、靴もだから白のこのソックスブーツ系、え、そのブーツめっちゃ可愛いな、ピチってしすぎてないからギャルすぎひん感じもういいなと思って、これは結構ね楽やしいいと思う、でも高さ的にはあの、うん、会場の中に入ったらしっかり顔を脱いでくださいねっていう、はい、ところであるんですけど、足も綺麗に見えるかなと思いますね。これカバン、通称餃子バッグと私は名付けたんですけれども、中は正直そんなに入らへんから、ここにトートバッグとか別で持ってペンを持つっていう必要はあんねんけど、ちょうどぐらい、ちょうどぐらいね、そう、ちょうどぐらい、ポテってしてる感じ、そう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 、すごい可愛くて、これ結構お気に入りで、え、超いいと思う、そう、こんな感じで、マスク手が可愛い、ほう、船の単色系女子コーデでした、はい。女子です。靴とかが単色がありますから、確かに、まあ、ベージュっぽい。靴からちょっといきましょうか。この靴で可愛くない？めっちゃ可愛い。なんかしかも高見えやろ。うん。ちょっとカラー違いますみたいな。あのバイカラーっていう。あ、そう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 。感じで。めっちゃいい。めっちゃ今でもなありそうな、サイズちょっとなミスちゃった、でかかったな。で上着。いやそれ船のもう取り合いしてんな。取り合いした。これなんていうんやったっけこれ。キルティング。キルティング。めっちゃ可愛い。可愛い。やっぱり可愛い。うん。でこの襟もこちゃんとありますから、うん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 、ちょっとフレンチガーリーさんも使えるかなっていう感じ、うん、であのいい感じに、まあ、そのめっちゃごついわけじゃない、あの、うんうん、真冬1月は無理ですけど、シルエットもちょっとふっくらして可愛、うんうん、い感じ、確かに、でこのおめっちゃ使いやすい、あのペンロも入んねんな、ほらほんまや、スポット入ります、で中にチャックもついてるし、これな、うん、見た目以上にもっとしっかり入る、ほんでこれレイバンの缶たち、これ自分でサイズ調整するんだな、くしゃくしゃを、あ、そういうことな、もっとクシャッてしたかったらグッて引っ張ったらクシャーってなるから、へぇ、おすすめ、おすすめ、それ可愛い、キャミワンピやったよな、確かキャミワンピ、紐調節とかないから、あの今ここやねんな、上に金のが必要やねん、はい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 、サイズ大きめの買ったからそんなにピチッとしてない感じ、うん、確かに、でもちょっと体のライン分かるから、うんうん、ここに1本ライン入ってんの、まあ、それがめっちゃ綺麗に見えるな、そこがそうスタイルがこうスッて綺麗に見えるかなって思います、ね、うん、色味バーリスもうちょい薄い感じかなって、あー確かに思ったな、まあ、でもまあまあまあ写真とまあまあ似たりよ、うん、ね、このこれリス声の形めっちゃ好きやの、うん、でもリスこれは写真で見た色とちょっと違ったなみたいな、あ、まあでも合わせたらまあそこまで、うん、かわいいかわいい、だからこの色買う人はこの色が届きますっていうことを分かっといてくれたら、うんうんうん、すごいいい感じかなと思う、丈感もその何ちょうどいい丈感、確かにかわいい、こんな感じです、はい、こんにちは、フナの Y2K ファッション、今時のこの Y2K を意識した、なんかこのちょっとジャージっぽいやつを、かわいいそれ、こうなんか合わせてたりとかしてたから、うん、これめっちゃ可愛いで、うん、そうめっちゃ可愛い、ここもチャックとかなってて、すごいそれめっちゃいいよ、ここまで締めれんねん、ふう、でも生地が結構硬くて、なんか喉にこうって刺さんねんけど、シンプルやけど、うん、ジャージすぎひん感じ、この細かいところにデザイン入ってるから、結構あったかいねんけど、はいはいはい、でもやっぱ寒いやろうから、まあね、だからこのベスト、ね、うん、これやったらライブの中でもちょっと暑さ我慢すればもうこのファッション、うんうん、Look at ya! Look at ya! え、でもさ、そのダウンについて教えてよ、あったかいんやろ、これめっちゃボフボフなんやろこれなんか半分のさ、ベストさ、こういうの流行ってるんやんか、流行ってますね、で、このジャージっぽい、このダボっとしてるやつの上からダボっと着るっていうのが、ね、うんうんうん、ちょっと今時っぽい感じがするかなと思って、今時だね、はい、でもダボダボを意識したかったからパンツも、これリサちゃんにちょっと借りたもん、あのこれ流行ってるやつ、そうこれな、やねんけどシーンでよく見るやつです、スニーカー、超シーンさん、この前インスタに載せました、あ、ほんとだ、そうオレンジのレッグウォーマーがあったら腰色でネイビーとオレンジってもう合うしかないですから、うん、これちょっと目を光らせて、こうなんかこういう感じ、いや、めっちゃ目立つだよそれ、めっちゃ光ってるやろ、うん、カバンはちょっといつも通りな、いつも通りお気に入りですね、それカバンは変なも入りますね、それ変なも入らないですよ、ね、これ合ってるかは分からんけど、船的に個人的にはめちゃめちゃ好きな格好っていうのが完成いたしました、いいですね、はい、じゃあ次、リーサちゃん、はい、
ないですか、うん、Y2K アリス何かなと思ってちょっと把握してなかったのと、うん、どういう感じか、うん、2000年代に流行ったファッションダザンが流行ってたらしく、うんうんうん、これメンズやねんけど小袖のさダボダボ感がすごい可愛くないですか。あ、いいですね、ほんまや。いいでしょ。ちょっと女の子っぽさも出せる感じで。さあ、で後ろもあのなんていうシシシシ。うわー、かわいい。かわいいな。うん。これすごいお気に入り、うん、でかいし、お尻も隠れますから、うん、お尻さ気になるな、いう子もいけます。うん、確かに。ねえ、中の T シャツ、これもぴっちゃぴって言われて。うわ、懐かしい、その形。Y2K 感すごない、うん。丈がここまでやから、まあインしてもインしやんくてもあんま変わらんぐらい。はい、これ、何？ルーズソックス？ルーズソックス。うわぽない。ぽい。正直に言うとめっちゃぽい。Y2K といえばルーズソックスやろっていうところがありましたので、ルーズソックス。それも売ってたの？え、これも売ってた。コンクスも新よし。なんかこのセットで可愛いかなって。で、あともう一つ買ったんですけど。え、それ可愛くつけた場合やん。一回それつけてみて。はーい。で、コミキット。写真で買った時に、こんな感じ。Y2K、Y2K。はい。はいって感じでどうだったでしょうか。なんか全部フナの場合はやったことのないジャンルやったから、うん、ああ確かに確かに。果たしてこれが合ってるのかどうなのかっていうのはちょっと分からんねんけど、うんうんうん、でもアウター系強い。マジでなんか前も言ったかもしらんけど、うん、マジでグレードアップしてるやん、うん、でしかもライブの参戦会からいつも言うけどいつもよりちょっと特別感出さなあかんわけせーねん。なんと皆さんにここで朗報がありましてですね。何ですか、気になります。なんと、うん、ブラックライブ始まりました。やだ。ほんで12月そやで、しかも12月ぐらいから現場めちゃめちゃ増えてくるやんか。そう、ね、そうマジで今がチャンス。ほんまそう。そうでなんかそのシーンさんはこう結構この空張りもさずっと言ってるけど豊富やから、うんうん、一緒のやつで色味だけ違うニュアンスコードとかもめっちゃしやすいし、うんうん、妻はこういう系やけど今回こういう系でライブ行ってみるみたいなんとかをやってみる、そういういい機会に、ね、なればいいかなって思いますね。ありがとうございますシーンさん。でクーポンもねあのいつもの通りに出てますのでこちらも使って、それも使ってさ、なんぼになるみたいな。フライデーセールもやったらやばない月台ぐらい安なると思う。やばいよな。みんなでめちゃめちゃ可愛くなって推しに会いに行こうよっていうそういう動画でした。イエーイ。はい、じゃあ今日はねこの辺で終わりたいなと思います。チャンネル登録高評価無断転載お願いします。それでは最後一本締め、せーの、シーンで推しに会いに行こしん。ハッテーハッテーハッテー。二人かわいい棚咲いた夕方越しない血の消せ笑う。